こんにちは、かなめしゅうるです。本日はこのパフェっぽいこのモールドの中にお花を入れて、お花パフェを作りたいと思います。お花はですね、ちっちゃめの小花、ちょなんか水色、青っぽいお花を使いたいかなと思ってるんですけど、この辺で、と、このなんか、ここのピュって出てるとこは、ちょっとリアルストローをちょっと刺して、あとはちょっとお花を入れる感じで作れたらなと思っています。だからこのアイスクリームのとこは白っぽいお花を入れて、あとちょっとブルー系を入れるとかを敷いてます。はい。では、レジン液は レジン液、新しいの今日は。マサルの涙でお願いします。花を漬け込みたいかな。先に、この上のとこね、このアイスクリームのとこはバニラアイスなので、白っぽいお花を入れたいかなと思ってるでしょ。例えばさ、こっち向けていいか。こっちが上にするの。反対向きがいい？底向き？バニラ2つぐらいする？そして、あとなんか水色なお花、でっかいね。ちっちゃくていいの。なんか白ブルーみたいこれじゃなくて はい、スルーして わだってんなって、アホ笑いをする。ちょっとでも同じ大きさっていうより、ちょっと大中小な感じで、あんまここで入れたり出したりしてたら、なんかクズクズになってきた。これにします。はーい。マサルの涙はちょっとサラサラでいいかな。お花向きかな。薄く引いとく。なんかサイダーっぽく、サイダーっぽく気泡が入ってもいいかなって思ってるんですけど、エンボスかけた方がいいと思いますか？えい。ひたひたに。ちっちゃい粉を入れて大きい粉を入れると大丈夫かな。で、裏から気泡が入ってないかをちょっと一応確かめる感じで、今日大きいお花入れないことにした。ちっちゃいバニラをこれで、短い方が可愛かったから、ちょっと切りました。一応レジン液の中に埋めた方がいいのかなと思って、下に濃いのを入れた方がいい。違う感じの色を入れて、こうしてここに入れる。どっちが表か分からない。どっち？こっち？こっちやった。よかった、気づいて。はーい。その隙間、この辺の隙間にも入れるかな。そこ白がいいのかな。じゃあもうちょっとこう、あと透明のビーズをちょんちょんちょんって入れようかな。あんまりなんかこう自然っぽくないやつは投げたくない。ビーズ。全部同じ大きさ。どうしようかな。そこのところに、なんかめっちゃちっちゃくて取れん。そこに並べる。ゲーゴンの駅だ。
敷き詰める。メール打たない感じの今思い出した、うん、寂しいかな、ちょっとわかんないんだけど硬化します。これで次の層でみちみちにしようかな。ちょっとストローよかんでるかな。両面、表も裏も硬化させました。ちょっと最後の層を入れる、入れたいと思うんですけど、このストローもこうって、色はつけたくないかなと思ってて、せっかくちょっと透明感で涼しげな感じのお花に仕上げたいかなって思ってんですよ。はい、ちょっと、はい、8月からメンバーシップを1本だけにして、90円のメンバーシップにしようかなと。90円のメンバーシップで、絵文字が使えて、あとプレ企画も、プレ企画大人数になったら抽選になるんですけど、今ね、20人ちょっとぐらいとかだったら、全員で、応募者全員にはできてたんですよね、今までね。だから、ちょっとその様子見、自分でできるぐらいの、プレ企画なんかを考えながらやっていきたいかなって思っています。ここで、パールを入れた方がいいかな。ちょんちょんちょんって。オーロラっぽいんですか。あんまり主張してほしくないかな。あ、いいね。表面に見えてる方がいいね。じゃあもうちょっと散らした方がいい。ここでパッチの方が気になるけどね。ちょっとここに。ここに並びすぎよ。はい、これで硬化します。次ね、ピンクも作ろうと思って。かわいいね。いいじゃん。硬化してしてして、ちょっとバリが、隅っこのバリが取りにくい。少しバリがもうちょっとストローがこう色がはっきりしたやつの方が良かったのかな。紫もあったんだけど、表側にちょっとレジンを折りましょうかね。もう一つも作って一緒に盛り付ける。ちょっと次もう一個作る。薄く染めを入れます。これもひたひたにちょっとしとしとに。リニューアルオープンっていうか、なんか、そう、なんかガンガン販売もできないと思うんですよね。なんか早寝早起きをするようになって、夜中の作業時間が取れなくなってきたので、はい。指で、ちょ、軸が指に。ちょっと平らに、ちょっと潰そうかな。さっき、それをしないで端っこに入れちゃったからさ。ちょっと指で押さえたら、ちょ、花びらも整うじゃん。それがいいみたい。それで、これもこっち向き。もう一個ぐらいなんと、ここが寂しいね。かわいい。ちょっと濃いめのピンク。もう一つ何にしようかな。あと花びらがこっちに倒れてるやつは、こう、ちょ、ここで花びらを整えて潰した方がいい。ご機嫌や。なんちゅうご機嫌。ご機嫌だぜ。
トイレゴキ原作。最初にパールも入れとこうかな。さっき透明なやつだけしか入れなかったけど、このくらいのパールの方が可愛いかな。そこに透明のね、透明のビーズを引いてんですよね、この下。それあった方がいい。まあ、パールあった方が可愛いか。じゃあちょっと入れます。ちょっと透明なふりして。ガラスのふりして。ガラスのふりして。ガラスのふりして。かわいい。いいね。パール感も良かった。あんまちょっと近くで見てないか。あんま近くで。でも、表面のとこまで流そうかな。今度はもうパールを先に入れたので、いいかな。こっちの表、じゃあ裏側からもパールは見えてるので、濡らさなくてもいいかな。最初から入れた方が良かったね。ちょっと大きめも入れれるしね。表面もちょっとぷっくりさせた方が可愛いかな。フォルムが壊れない程度に。ピンク可愛いね。可愛い。はーい。手で硬化します。裏側からも。こっちからも。でね、結構やっぱ柔らかいんですよね。だからちょっと押さえて、平らにして。判定から見ても可愛い。ほら、可愛いね。はい。硬化します。あと、靴。それで、裏側からも硬化します。貼り付けて硬化します。はい。なんか、まだね、柔らかい。冷めてから出した方がいいかもしれないね。かわいいね。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。でね、バリが柔らかいんですよね。だから、こういう細かいところのバリが。柔らかくて削りやすい。下のなんか透明感があっていいかも。裏側の、ガタガタしてるところにちょっと少しレジンを乗せていこうかな。あとね、黄色いの作ろうかなと思って。黄色はもう早送りで。じゃあもう一回乗せるので、ここでさっきちょっとたっぷり乗せすぎて横に、このグラスの横に流れてた。これぐらいで、これで硬化します。黄色にします。ちょ、元気そうな。お元気そうなやつ。はい。パールはね、グリーンのパールにしようかなと思って。グリーンっぽいパール。このパールになってきた。サルでコートまでしてみるかな。ちょっと、わかんない。裏に文字入れる？なんだぞ、文字入れる。ここの裏に。ちょっと待って、ちょっと待って。これ透明なんですよね。この裏に。この葉っぱ系にするかなと思って。葉っぱ系？はい。こう。こういう葉っぱ系を、ゴールドで。あ、かわいい。かわいかったです。逆にこう、両サイドにこう入るみたいにする。ここはな、表にも入れる。あ、じゃあ他の、もう一つのっていうか、他のやつにも入れてあげる。沈める。
沈めるの表面に L 字についてるんですけど、金箔系のやつはちょっとギラギラしすぎるかな。もうちょっとナチュラルな感じかな。なんか優しい感じで、ちょっと待って、当てぐれがいいな。ちょっと下の方に来てほしいかなと思う、グラス。一応グラス設定だね。はい。大丈夫ですか？へぇこれで。まぁね、こっちの方が可愛い裏側なんやけど、こっち、おぉ、なんか、色がもうちょっと濃いのが見えてよかったんよ、ピンク。こっちの方が可愛いやもん。ねえ。どっちが表でもいいっていう風にした。なので、ここにちょっとシールを添えましょうかね。葉っぱでもいいんだけど、ゴールドの葉っぱでもいい。この辺剥がしたものの。剥がしたもののって感じだね。ほんとここに入れたいかなと思ったんだけど、ちょ、上にします。はい。と、下に、ちょっとひょっとしたやつ。でもせっかくピンクのところに、ここ、あ、もうくっついちゃった。マサルでちょ、一応マサルでやってみるかな。はーい。一応削った表面ガサガサにしてます。削ってます。ピタッと。か、ヒートも刺します。ストローのとこと思ったんだけどね、ストローのとこってなんかヒートも刺さるかな。真ん中にちょうどストロー硬いやん、結構このストローって。ロリポップのストローね。はい。ではちょっとこれで硬化しまーす。もう一回ぐらい、最後にやんないといけないから。結構バタバタになってるけど。でもフォルムも崩したくないね。なんかこのグラスの形してるから、あ、パフェなんだなぁと思うけどさ、このグラスの形がもうなくなったら意味わからない、ね。完成しましたー。お花のパフェを作ってみました。このモールドですね。これを使って、ゴミが入ってる。これで作ってみました。ピンクと水色と黄色、信号機みたい。黄色が真ん中じゃん。信号機、はーい。ピンク、真ん中がちょっと白っぽい。あとちょっとゴールドのシールをちょっと中に散らしました。表面かな、中っていうかね。なんかこっち側も可愛いよね。ストローちょっと短めに切って、お花パフェ、クリームのとこに白いお花を入れて、あとちょピンクをグラデーションチップに入れて、ガラスチックな雰囲気にしました。で、お花のチャームとカニ缶があったので、それで仕上げました。何もまだキーホルダーとかにもつけてない、この状態で完成。ワイプできた。それから水色、青なんかね、ちょっとなんかこう色が意外とくすみんだ感じのブルーになった。白、同じピンクと色違いの真ん中が白っぽいブルーと、このアイスクリームのとこは白入れて、やっぱりゴールドのちょっとシールを飾りました。でね、ちょっと結構ぽってり、ぽってり仕上げ。側面もね、ちゃんとブルブルに仕上げています。裏側、パパがお風呂から上がってくるのでガタガタするよ。急げ。で、ブルーのお花がついています。かわいい。こんな感じで、お花の仕上げにしました。そして黄色はね、黄色の花がなかったので白にしました。あ、なんかこれはこれで、なんか元気が出る。なんかひまわりっぽい雰囲気にできたかな。かわいい。裏側は、こ
こういう感じの葉っぱ。裏もまあまあこう遠目に見てお花の裏側っぽくはそんなにない。でパールがちょっとグリーンっぽいパール、オレンジっぽいパールと出ています。同じストローですね。ストロー部分とかね、結構あの分厚くポッテリー、なんかこうグラスチックを生かしたかったのでポッテリーコートにしました。どれもね、はい、今日はこんな感じで出来上がりました。はい、ではこれで多分これでもうこうあんまごちゃごちゃしたくないのでこれで出来上がりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、またねー。